赤い部分が湘南への参加が想定されていた地域湘南市は神奈川県平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡山川町、中郡大磯町、二宮町の六市町の合併構想により新設が検討されていた人口約97万人の都市である。政令指定都市への移行を目指したが合併まで至らなかった。合併が実現していれば 神奈川県第3位の人口を有する都市となり、2010年4月に、政令市に移行した相模原市よりも、規模の大きい政令市が誕生し、また同一県内に4つの政令市を要した、可能性もあった。2002年1月に研究会が発足、会長には、平塚市長の吉野伊蔵が就任し、2003年4月までに球会会合が、開かれた。吉野市長は、 政令指定都市になれば大きな権限によって独自の自治体運営ができることや湘南を生かせることを示した。また今後少子高齢化が見込まれる中で小規模自治体の困難な存続よりも政令指定都市として県と同程度の権限を持って考えたことを実際に実行できること、また県を通さずに 国と直接議論ができることのメリットを明らかした。しかし、2003年4月27日の統一地方選挙において、平塚市長選では合併反対を訴えた元市議の大倉律子が推進派の現職を破って当選した。同じく茅ヶ崎市長に当選した服部信明も登庁後の会見で合併に難色を示した。湘南市研究会メンバーで、 大磯町長の三沢達夫も、研究会存続の厳しさを語るなど実現は困難になり、2003年5月26日の会合で白紙とされ、研究会も解散された。六市町の新設合併が実現した場合の人口等は以下のようになる。ありがとうございます。